やばめっちゃ寒いよ。寒い。いやー寒い。でも綺麗だよ。綺麗だ。綺麗。さあゆりこたいかです。皆さんこんにちは。イエイ。この前シチリアのイベントの動画をアップしたんですけど、たくさんコメントを書いてくれて本当にありがとうございます。全部読みましたよ。実はね、その動画だけじゃなくてパーツ2もあったんですよね。タニアちゃん撮ってくれた集めて紹介したいと思います。実はね、それについて話したいことがある。日本と外国のファンの違い、ボディタッチがすごく多い。イタリアの挨拶は握手してハグをして、でほっぺにキスする。男と女の子と知らない人にもこっちの挨拶だからするから、確かにそれはね、同じことしたら日本はどうになるのかすっごく大変そう。なぜというと文化の違いがあるから。私はもともと結構明るくて全然ボディタッチ慣れてるから、私のファンがすごく大好きで、たまにね、普通の人よりがもうちょっとボディタッチがある。この動画はね、もっとファンと仲良く見れるシーンがたくさんあるので、短いんですけど、この動画をぜひ見てください。
セルリ、あい恥ずかしい。スーパーだ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 、カートだカートだ、でかいカート、なにこれ、ショッピングカートだ。サラミーリッツ、肉だ。何それ？肉？黄色がいい？ピンク、ピンクもいい。あ、緑のやつがいいね。これがいいかも。珍しい。気になってる。200円だから2個買ってもいい。え？茶色？珍しい。それに決まり。泳ぎがうまいね。あ、そっか、習ってたのか。すごい。Sembravi una disperata però, eh. Scaleta. Ah, でもいいダイエットだ。何言ってるか聞こえない。撮ってるよ、でも何言ってるか聞こえない。潜って、はい、ね、ファンに聞きたいことがあるんですよ。イタリアみたいのファンがね、そのちっちゃい子が多いから、ユリコみたいになりたいの子が多い。たまにね、なんか私みたいの名前がファンもいる。なんとかライオンとか、なんとかタイガとか、なんとかユミコとか結構ね、ちょっとインフルエンサーされちゃったなーって
って思って、特に日本このチャンネルをフォローしてるの方がなんで私のことをフォローしてるとか、どんな見る方があるのかぜひ知りたいと思います。ぜひコメントしていいねもしてください。あとはチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。じゃあ、知りちゃう。